ハンターの皆さん、ライダーの皆さん、こんにちは。プロデューサーの辻元です。アシスタントの宇佐美すこと宇佐美ゆきです。さあ、7月13日配信ということで、はいはい、もう夏休み直前ですね。あ、そうですね。うん、7月の20日ぐらいからかな、夏休み。じゃないですか。ね、うん。で、夏休みに入ると、いよいよですね、はい、モンスターハンターダブルクロスの任天堂スイッチバージョンが発売になりますということで。イエーイ、みんなもう予約してますよね、さすがにね。してほしいね。うん。あの、ね、急げ、予約急げ。ね、うん、で、発売日をじゃあ、宇佐美さん。はい。はい。8月の25日。はい。今回素敵なゲスト。うん。初めて来てくださりますと。なんかね、ナウでヤングな方たちらしいです。ナウでヤングですね。言い方がもう、年寄りやね。こっち昭和組だから。はい。ということで、はい、そろそろドアの前まで来てるんじゃないでしょうか。はい、どうぞ、お入りください。お邪魔しまーす。はい、どうぞ。ということで紹介していいでしょうか、うん、お願いします。はい、今回のお客様はミセスグリーンアップルのボーカル大森元樹さん、そしてキーボードの藤沢涼香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やったー、いやードキドキ泣いちゃうなんか喜んでくれてますけど、ね、なんか賑やかになっていいですねありがとうございます。ありがとうございます。完全初対面ですということで、今日はお二方どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。モンハンラジオ涼蔵の部屋、この番組はカプコンの提供でお送りします。はい、改めまして辻元です。アシスタントは宇佐美津です。今回はミセスグリーンアップルから大森さんと藤沢さんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。というわけで、まずは乾杯をしたいんですが、はいはい、3種類ぐらいあるんですが、どうしましょう。今日もでっかい瓶のジュースを用意しました。すごい。なんだろうな。あ、僕グレープジュース、グレープジュース、グレープジュース、はい、はい、どうしようかな。あ、じゃあ僕、藤沢リンゴソレートを、リンゴにしましょう。はい、いただいていいですか。あ、ダメだ、私ハンドクリーム塗ったから開かないわ。辻元さん助けて、ビンが開かない。なんでやの。部屋っぽいでしょ。はい、お願いします。ちょっとか弱いっていうのはあって。違う。手がぬるぬるしてるだけ。手がぬるぬるしてる。手がぬるぬるしてるの、ハンドクリームで。気持ち悪いな、なんか。あ、すいません。ありがとうございます。大丈夫です。ぬるぬるせない手で。ちょっとそれそのままください。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。大丈夫ですか。見えなかった。ごめんなさい。ごめんなさい。こぼれた。見えなかった。ごめんなさい。表面張力ぐらい入れましたよ。すいません。乾杯できるかなぐらいですけど、私たちが迎えに行きましょうか、あっちに。あ、よろしくお願いします。やった、すごいいっぱい。失敗した。さあ、ということで、というわけでもう飲みながら、このお菓子も食べながら、はい、適当にやりましょう。はい、はいはい、ということで、番組は初登場、うん、はい、でもなんか会ったことあるかも説がちょっと浮上しますけど、共通の知り合いの方がいらして、ね、はい、H さん、はいはいはい、H さん、もう H さん、はい、やっぱつながってますよね、うん、ハンター、うんうん、そのミュージシャンの方とかもね、そう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 、一緒にやったりするし、そういうつながりもあってですね、うんうん、あれなんですよね、はい、いつもなんか発売日の後も集まって狩りしてるんですよ、はい、そうなんですよ。今回のダブルクロスでこう呼んでいただいて一緒に遊んでますね、皆さんと、はい、いろんな方と。結構やばい人たちですか、もうハンターランクがガチな人。いや、やばい人、本当に本気の人たちで、この間びっくりしたのが、うん、今日も集まるから急遽来てよって呼んでくださって、うん、ちょっと集合時間に1時間ぐらい僕遅れちゃいますって言って、行って、さすがに1時間経つから、うん、もうみんな、こうどっぷりやってるんだろうなと思って、ついつい、すいません遅れましたって言ったら、うん、みんな、3DS を持ってなくて、何、何してたんですかって聞いたら、ん、スキルについてずっと語ってた。今じゃねえだろそれ。プロだね。やばい。超会心と裏会心についてずっと語ってた。すごすぎなんですよ。失礼しましたって感じで。そうだな。すごい。びっくりした。ねえ、せっかくのでもハンターランクも聞いてみたいと思うんですけど。うん、はい。大森さんが？はい。僕47ですね。47。はい。結構やってる。結構やってますね。うん、さすが。ありがとうございます。で、藤沢さんが？はい、僕231です。おかしい。いや、もう本当にメンバーなんですけど、もうずっと移動中とかもやってるんですよ。へぇ、本当に、まあそりゃそうだよねっていう、すごい。気がついたらやっちゃうんですよね、ずっと。すごいですね。じゃなきゃこの数字は叩き出せない。叩き出せない、お家帰ってワンクエだけって思って、気がついたら朝になってたみたいな。へぇ一緒にやったらもう本当朝までになっちゃうんですよね。そうそうそう、いや、まあそりゃそうですよね、モンハンってそうですよね。
そうなんですよね。お二人まだあのお若いのであれなんですけど、モンハン歴って言ったらいつぐらいからになるんですか、大森さんとか。僕は小3の時にセカンド。小3でセカンドなの、やばくない？マジっすか。小3でセカンドだってやばくない？クリスマスプレゼントで僕サンタさんにもらったんですよ。サンタさん、センスあるな、ね、サンタさん。この前ちょうどセカンドが10周年ですよ、確か、うん、2月22日、うん、ということ10年前か、でもそのぐらいですね。うわー、いやーすげえ。クリスマスプレゼントでもらったの？クリスマスプレゼントでもらいました。いい話ですね。本当にすごい覚えてますね。友達と一緒に、あのクリスマスめがけてこうモンハンやろうってなって、そうなんで下校の時とかうちに集まって一緒にやったりとかしてました。じゃあその頃はやっぱりその小学校の友達とかとプレイしてた？そうです、そうです、はい。遠い目しちゃう。小学校でしたね。覚えてないもん。小学校だって鬼ごっこしてたけど。モンハンしてたんだって。藤沢さんも。僕はあの友達に中学生の時にあの僕 PSP 買った時になんか面白いゲームないかって聞いたら、あの無印のモンスターハンターポータブルを貸してもらって、これ面白いからやった方がいいよって、それですっかりハマって、でちょうどあのセカンドが発売する1ヶ月前だったんで、じゃあもうみんなで一緒に買おうって言って。ああそうなんですね。はい、そうなんです。でもそっからあのプレイステーション2のあのドスですね、ドスとかの方もやり直したら、はい、ドスがちょっと操作が難しいっていうところで、ね、超難易度高いんですよ。ですね、今だから言えますが、お兄ちゃんやってた。それでね、すごい苦戦してたのはなんかいい思い出ですね。あ、お兄さんもやられてたんですか？僕も兄貴が、僕3兄弟で末っ子なんですけど、うん、一番上の兄貴が本当にね、本当にモンハン好きで、ね、あの装備とか全部コンプリートする人なんですよ。そんなガチなんすか？本当にガチで、今まあその結婚してお嫁さんもいるんですけど、うん、お嫁さんから本当に金賞食らうっていう。そんぐらいで、りょうちゃん今作ね、もうだからもうお兄さんが買えないんだったら僕が買いますって言って、りょうちゃんが買ったんですよ、うちの兄貴にプレゼントして。そしたらもうね、やるしかないでしょう、ね、そうそう。奥さんに怒られちゃう。周りから固めていって。で、やりがちね。そうそう、本当に喜んでたお兄ちゃん。すげえな。来てほしかったね、お兄ちゃんに。本当に本当に本当に羨ましかったと思います。すごいな、すごいですね。集まってるんですね。ねえ、お兄ちゃんの分買ってあげるってなんか。でも相当ですよね。すごい、やりたいんですもん、だって一緒にやっぱり。そうね、やりたいですね、一緒に。藤沢さんはその時も、はい、じゃあ周りの友達とそうですね、はい、セカンド一緒に始めて、もうそっからずっと。なるほどなるほど、はい、あの結成自体は何年になるんですか？僕ら2013年ですね、はい、ということは4年前。そうですね、はい、そうですね、4年前。その時はもうじゃあ集まってメンバーの方でもやってるんですね。やってました。結成してちょうど4が出た。そうそう、あ、でも本当にそうだよね、4出て、ね、それがきっかけでちゃんと結構つながれたとこあるんですよ。だから僕ん家にあの夜泊まりで遊びに行って、そうもう、ね、朝までずっと徹夜でやるっていう。当時の写真とかやっぱりこう思い出でいっぱい撮るじゃん、モンハンの写真しかないんだよ、うん、結成当時。本当にある意味変わってないよね。そう、変わってない、ずっと変わってないよね。本当にすごいな。タイトルで、うん、その時系列でその自分たちの思い出とちゃんとリンクして一緒に歩んでる感が、ね、すぐ出てきましたよ今。本当その時は、みたいな。本当だね。ねえ。すごいな。うさみさんなんかほとんど全部はね、記憶いないもんね。そうそう、写真見ないとね、じゃないわ。やってるわ。やってる。じゃあ今はもう結構メンバーの皆さんってやるんですか？もう本当にみんなもうみんな5人ともね、やって。はい。一人だからちょっと余っちゃう。そうなんですよ。だからスタッフにも買いましょうって言って、スタッフを説得して、あの、楽器チームもマネージャーもみんな買ってですね。だもうあの、2チームで今やってますね。ツアーの時とか。あ、すごい。なるほど。はい、なるほど。ゴルフみたいな状態になってる。だからちょうどこのダブルクロスと僕たちのツアーがすごいいいタイミングだったんで。3月僕たちツアー、3月から5月までツアー回ってたんで、もうね、もうモンハンツアーでした。モンハンツアーでしたよ、本当に。いや、ありがたいですね。いいですね。時間つぶしにちゃんと使っていただいて、ありがたいな。武器は何使うんですか？僕は総中棍ですね、今。ああ、総中棍。総中棍使ってます。僕はずっとシリーズ通して、とりあえずタッチは触ってて、ね、やっぱやりやすい万能性があるっていうのと、あとランスを回避性能をつけてやるのがすごい楽しくてやってるんですけど、まあちょっと難しさもあって、で最近はあのこのなんあのスタイル、ちょっと笑ってますよ。めっちゃ喋ってたもんこいつと思って。
すごいじゃん。いっぱい出てくんじゃん。こんな喋んないんですよ普段。今日生き生きしてるんです。そうなんですか。シリーズ今まではやっぱなんだろうな、もうタッチとそのランスっていうのにずっとこだわってて、逆に他の武器が使えなかったんですけど、今回あのスタイルがいっぱい出たことによって、はいはいはいね、なんか何でもやってみたいなっていう気になって、最近はもういろいろ触ってますね。へはい、何でも使える系になってきたって感じですか。使える系、あでもはい楽しくやってます。すごいな。リスナーさん本当ガチだなこれ。本物だと思います。本物だ。本物ですね。身近で見てても本物だと思います。間違いないと思います。でもさっき話してたらなんかあのネットで、はい、結構あの一人で入って やったりとかもしてたらしい、うんうん。そうなんですよ。よくやるね。ね、はい。それすごいですね。バレないですか？いやそうですね、バレないですね。全然いろんな人とやってますね。全然あの怒られたりもするし。怒られるんだ。そうそうそう、お疲れ様でしたのあのね、あの一文の強さ半端ない。そうそうそう、お疲れ様でしたのあのね、喜怒哀楽すごい。そう感じ取ると。すごいな。そうなんです。でもそんなんね、オンラインでやられてるんですからね。ガチですよ。すごいじゃん。すごいことじゃないの。なんかねでもね、ちょっとね、ちょっと。あの変則的なんですけど、はい、あのメールがいっぱい本当に来てて、あ、結構ね聞きたいことと被ることもあるんで、あ、じゃあこれちょっと見ながら行きますか、ね、メールちょっと行っちゃう。ちゃんとね、公式さんが良造の部屋ってね、ホームページとかにも載せてくれて、うん、大々的にメールも募集してくださってたんですよ。本当？うちがちゃんとやらないから、ちょっと出てこないけど、いやいやいや、ミセスグリーンアップルさんの周りはちゃんと固まってます。ありがとうござい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 ます。じゃあちょっとこれ読んじゃおうかな。はい、じゃあ。ハンターネーム、ケルビがとてつもなく好きさん。はい。もうすごい。伝わった。伝わりました。もっくん、りょうちゃん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。私は、モンハンで出てくるケルビがとてつもなく好きです。うん、あの、ジャンプの仕方、鳴き声、可愛さ。ケルビの角を狩るクエストは、私にとっては心痛むクエストです。あ、そこで、もっくん、りょうちゃんに質問です。うん、はい、もっくん、りょうちゃんは大好きなモンスターはいますか？そのモンスターの魅力も教えてください。難しい。僕はですね、はい、ちょっと斜め45度ぐらいなんですけど、モルガノスが大好き。モルガノス珍しい。まさか、あいつだけ憂いが半端ないんですけど。なんか憂いてるんですよ、空気が。モルガノスだ、僕すごい好きで、モルガノス狩りはちょっと気合い入れていく。なるほどね。モルガノス本当好きです、ね、まさかすぎてちょっと笑いが好き。初めて聞いた好きなモンスターで、ね、何人かぐらいちょっと一瞬パッとは出てこないじゃないですか。なんだっけなんだっけってなってるかも。溶岩あの炎の、はい、なんかちょっとキョロキョロするのが可愛いんですよ。可愛いですね。ああ、プニプニしてそうな人。フォルムがね可愛い、うん、でもやっぱ寂しそうな顔してるんですよ。寂しそうな顔してるのがやっぱ助けてあげたくなっちゃう。心を痛めながら狩るっていう。これはかなり意外なやつが出てきた。珍しいモンスター出てきた。うん、これ僕が死ぬまでにいろんな人に聞いても出てこないから。うん、や、確かに。俺がまず記憶に残る。おかしいな。モルガノスに失礼。本当うちの子なんだよね、うちの子。そうですよ。はい。藤沢さんは？もうちょっと普通すぎるじゃんこれも。いやいやいや。でも僕ナルガクレアがずっと大好きで、ね、やっぱりこうセカンドでは、うん、あの初めて自分たちでこうやり始めて。からのセカンド G でナルガクレガが出て、自分もちょっとこうプレイが慣れてきた頃に、あ、新モンスターが出るっていうのはすごいワクワクしたっていうのがいい思い出としてあって。そう、早いよね。なるほど、そうですね。なるほど、人気モンスターですね。そうですね、びっくりしたね当時ね。うん、そんで、あの2つなの、はい、白早ってなったら気がふさふさ生えてて可愛いっていう。可愛くなったってはい、じゃあハンターネームリンさんのメールも行きたいと思います。はい、ね、質問くれてるから、はい、うん、ですね、ミセスグリーンアップルの皆さんのツイッターやインスタなどで、皆さんが仲良くゲームをしている姿を微笑ましく見させていただいています。ミセスの皆さんがモンハン大好きなので、私もやりたいなと思うようになりました。質問です。メンバー内でモンハンは誰が一番上手ですか？いや、これ難しいよね、意外と ね、難しいね。一番って難しいですね、うん、決め方が。うまいのちょっとまた基準もありますからね。何をもってうまい、ね、でも僕やってて思うんですけど、結構わりかしみんな平均的にうまいなっていうふうに思うんですよね。僕割と突っ走ってって一番最初に落ちたりするんで。そうね、レチャそう。あと性格出ますよね。出ますよね、ほんと出ますよね。それはあのなんかちょっと性格と実際あの担当してる
あの楽器とかとなんかあるんですか？あでも あるかもしれない、ね、ありますね。またそれが武器になんかこう直結してたり、ああそうね、やっぱあるんだ。そんなあるんですね。傾向ってあるんかな。バランスいい感じですか？やっぱお友達とやるよりバンドでやる方がチームワークがとかあります？あもう間違いないです。そうね、私あのライブの本当に15分前ぐらいにモンハンやってバイブス高めるんですよ、うん、15分前やってるんですか？やってるんですよ楽屋で。そこでよし枯れたねって言ってライブ出るんです。そしたらもう繋がれてるんで、うん、枯れなかったねの時はどうするんですか？もうだから背中叩き合って、いやエンジン燃えてく方です逆に燃えてくる逆にこの悔しさのメラメラ系で。みんな上手なんだ。うまいですね。みんな結構上手ね。そうね、慎重にね、丁寧にプレイしてる、うん、あなるほどなるほど、うん、それやっぱりね、うん、皆さんね若いしうまいんだまだピピってくる、ね、脳からすぐ指じゃあちょっとこれ、ね、もう一個あもう一個、はい、ね、これはい、はい、ハンターネームカラブリーナさんからです。ゲーム好きだとは知っていましたが、うん、そこまでモンハン好きとはそんな二人に質問です。モンハンはもちろんなんですが、ジャンルで言うとどんなジャンルのゲームが好きですかということなんですけど、カッコ書きで、はい、カプコンさんの番組なので他社のゲーム名は言わなくて大丈夫ですって言ってもいいですか？でも言っても大丈夫です。僕あのゼルダとかめっちゃ言ってたんででも僕カプコンさんのゲーム本当にずっとちっちゃい頃から大好きでやってて、あのそれこそ僕が一番最初にゲーム始めたのがあのスーパーファミコンでストリートファイター2を物心つく前からずっとやってて、物心つく前からやってた、はい、だいぶ前ですよ。難しくない？ちょうど僕が生まれた頃ぐらいですよね。はい、20年ぐらい前だ、はい、ですよね。何年とかに入れて、はい、そのシリーズはずっとやってますね。ストリートファイターシリーズは、はい、ゲームやるんだ戦いね、戦い系ね、格闘ゲーム大好きですね。格闘ゲーム本当好きで、そうなんだ。大森さんは？自分も結構でもアクションとか、なんだろう、オープンワールド系やっぱ好きかもしれないですね。好きなとこ行けたりとか。なるほどなるほど。そういうのは結構好きですね。ああ、じゃあ、あれですね。まさしくゼルダとかね。なんでゼルダゼルダをそんなことにしてくれ。そんなゼルダもでもコラボとかしてるんで結構普通に、はい、ね、大丈夫なんですけど、ほんと大好きで。そうですね。モンハンの仕事で私はもちろんお会いするんですけど、うん、ずっとゼルダやってるし、そうなんですか、おいっていう気持ちはあるんですけど、プロデューサーだしと思って。まあね、面白いんですよね。そうです。あの、うん、ダブルクロスをあの両方やってたから、うん、あの時めっちゃ大変だった本当に。大変だったよ本当に。二つのゲームをし同時に進行してたの。何の大変さか。どうでもいいですその話はね。やっぱりでもゲームは皆さん好きなんですか？大好きですね。ゲーム世代、ゲーム世代ですか？まあ、がっつり。そうなんですね。じゃあもう PS2 ぐらいからですか？うん、でもそうですね、 PS2、 普通に PS1、うん、そうね、の時からとか、あ、うん、全然普通にやってましたね。64とかゲーム64とかね。そうそう、64、はい、あったわ、そういうのあったわ、ね、あったね、やってましたね。あ、じゃあ昔から結構ゲームが近い。そうだと思います、ね、はい、一回中学の時に、まあ、中学あたりでそれこそ自分音楽始めたので、うん、はいはいはい、そこで一回ゲーム離れしたんですけど、うん、まあ、メンバーまた集まってこうゲームやるってなったらもう一回こうやっぱのめり込んでしまいまして、えらいな、ゲーム離れか。僕も勉強とか、うん、あのそういう将来のこととか考えるタイミングでちょっとさすがにゲーム我慢しなきゃいけないなと思ったんですけど、やっぱ切っても切れないゲームでしたね。どこから言ってんの？誰なの？あの一回こう、あの一人暮らしとかも二十歳ぐらいで始めて、ゲームとかもやっぱ自分が好きなもの揃えたりしたんですけど、さすがにダメだと思って一回の実家とかに戻したりしたんですけど、こう見えてストイックなんですけど、3ヶ月後にはもう元通りでしたね。ダメだったの、すぐより戻しちゃったの。だから、あのもうそういうなんか我慢するとかじゃなくて、やっぱ一緒にこう結構してやってもね、一回我慢したんだよね。そう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 。でもやっぱり僕ら周りが買っていって、りょうちゃんそんなんじゃダメだよっていう。すぐ折れて、すぐやってね。そうそうそう。でも切れないね。いや切れてなかったですよ。切れてない。じゃあそのメンバーでこうモンハンをやるようになったきっかけってあるんですか？なんかもう誰かが言い出したとか。いやでも本当にここがやっぱゲーム好きなんで、この二人が、はい、はもうやっぱり買い出して、でもやっぱ他のメンバーもすごいゲーム、うん、女の子もいるんですけど、うん、割とすごいゲーム好きな子なので、うん、あそうなんですか。もうなんかそんな誰が特に率先してというか、みんなもう自然にもう買った、ね、みたいな、そのノリでした。そうなんですか、すごく自然でしたね、まあ、あれだね、今のベースの高野がこう
元木と5歳差あるんですけど、でもやっぱりモンハンっていうのは本当に共通ワードで、もう本当もう高野に怒ったりするもんね。どうしてそこ行くの。そうそうそう。だからやっぱ新作出たらやるよねみたいな。そうそうやるよね。朝も自然な流れで、いいですね、そういい環境、まさしく切っても切れない環境に余計になって。ただ5人っていうところ。そうですね。そうなんですよ、ポイントですよね。そうなんですよ。面白い。面白い。じゃあですね、ちょっと時間も過ぎてきましたので。はい。そろそろですね、お待ちかねのお時間に行ってもいいですか。うん、はい、行きましょうか。はい、はい、ということでですね、今回はなんとゲストのお二人に、8月25日に発売予定のモンスターハンターダブルクロス任天堂スイッチバージョンを遊んでいただきたいと思います。鳥肌立った、泣いちゃう、やばい、初めてですよね。はい、そっか、はい、そうなんすか。えらいことなんだけど。そうです、触っていただきます。超一足早くねえ、ほんと1ヶ月以上前にね。じゃあ準備の方をさせていただきます。はい、行きましょう。それでは準備ができましたので、はい、発売前ですが、はい、ですがお二人にプレイしていただきたいと思います。ね、今回はですね、はいはい、一応動画の配信の方にここから切り替わっていくんですけど、はいはい、藤沢さんの画面を皆さんに見ていただきます。ドキドキ。じゃあこれはクイズ行ってからね、皆さんにお見せしますので、はい、何行きましょうかね。何行きますか。僕が今あの酔っ払ってフラフラしてるところはまだ大丈夫。りょうちゃん、何行きますか。これ今日ね、はい、ちょっとお二人でプレイしていただきますので、はい、初めてですもんね、ソータも任天堂スイッチバージョンは、はい、で、これ装備の方はちゃんと発売製品版したらちゃんと3DS のデータから持ってきたりも できるんですけど、今回まだちょっと発売してないこともあって、はい、今お二人がやってるような、プレイしていただいてる時の装備を、はい、ちょっとこちらの方で作らせていただきました。すごい、またちょっと開発裏技的にさせていただきます。ありがとうございます。え、何行きますか。何行きましょうか。二人で二人ってどれくらいのあれがちょうどいいんですかね。それどうせだったら先ほどゴルガノス？ゴルガノス行きましょうか。じゃあで僕やっぱちょっと申し訳ない気持ちになる。ちょっと憂いのある顔久々に見たいな。確かに。じゃあゴルガノス僕受けますね。お願いします。おそらくね、こういう番組でゴルガノス行くことももう多分ないと思う。本当ですか。じゃあいつもの掛け声一狩り行こうぜで行こうと思いますので、はい、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、じゃあ行きますね。はい、ひとかりいこうぜ。トゥルーで、トゥルーですよ。初配信です。初配信です、ね、やばい、ドキドキ。俺初めてボルガノスカルか言えてないから。ボルガノスカルか。初がボルガノス受ける。やばいですね。あ、始まりましたね。あ、始まりました。あ、またこれ頂上のところですね。いいところで。あ、そうですね。ケッケルをしたくなっちゃうところ。あ、これよくありますね。画面大きい、ね、すごい綺麗。いいね。うん、いいよ。すごい面白いの。藤沢さんがモニターに出してプレイしてもらってて、はい、大森さんが携帯モードそうなんですよ、はい、そっちでプレイしてもらって。見てこの溶岩、熱い熱い熱い、綺麗。あー、やべやべ。すごい綺麗。あ、もうツアーできちゃいますよ、ね、よし。あ、合流した。あ、来た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 。多分ここにいますよね。こんにちは。まさかのボルガノス。いた。かわいい。大きい。え、久々見たらでかいですね、なんか。ここにいるのも分かってますよ、すぐ。ちょっと、お前、ちょっと。おおおお。でもいいですね、この。こいつ、こういう、炎系なんで、綺麗ですね。赤がなんかこう、鮮明ですよね。うん、またほら、めっちゃ緊張する。質感とかも結構いいんですよ、鱗とかの、うん、あ、なんか映像とかすごい派手に見える、ね、おぉ、すごい。アン、これってターゲット。あれ、アンって言ってる。アンって何でしょう。声出ちゃいますよね、クラウト。アン出ちゃいました、ごめんなさい。ターゲットってできるの。 ZL ZL、 あ、右上に出てきた。あ、ちょっと待った。あ、最高、最高だ。あ、ほんとだ、右上にあるんだ。よし、ゴー。あ、今探ってたんですね、いろいろ。なるほど。よいしょ。
おお、ナイス。結構減りますね、これね。減りますね。結構きますね。ブランスってあんだけ僕舐めてましたけど、結構減りますから気をつけて、うん、寂しそうな顔してるな寂しそう。助けてあげたくなっちゃう。あー確かに。よっしゃー、待ってる待ってる、頑張って、頑張って。もうエリアルの見せ所ですね。行くよー、はい、ナイスです。すごいビチビチしてる、すごいリアル。あ、やばいやばい、魚感じる。よろしくお願いします。全然こうスイッチになったからって言って、なんかこうなんだろう、なんかなんでかわかんないけど、初めてなんだけど体が覚えてる感がすごいですね。そうですね、あの感覚は本当に今までの 3DS とかとちゃんと一緒の感覚で遊べるので、本当にそうですね、すごい。これおっさんあれやね、うん、こう僕たちこれ普通に大画面で見てるんですよね。そうなんですよ。こういう借り替えができますからね、今度から。いや素敵、本当に。あ、これだったら5人でも退屈しないですね。本当ですね。確かに早急に一人見といてもらって。そうそうガヤガヤしながら。すごい、めっちゃ緊張する。いやだ、あ、ありがとうございます先輩。とんでもないです。やりよってください、本当に。わあ、このね、この教育はするの、これが可愛いですよね。これね、これ可愛い、買いたい。大変大変、ペットにしたい。家燃えまくりますよ。苦情来ちゃう。これ買ってる、難しいんですよね、でもね。可愛いかも。あ、出たよ、ほら。お願いします。だからビチビチするのも確かに可愛いね。うん、いいっすよ。これなんですよ、久しぶりだね。ねえ。あ、やばい。そんなに1ゲーム内で何回もやるやつではないですよね。そうですね。おかしいな、僕ずっと勝ってましたからね。こやつしか勝らない日があったんですけど。牛さんでいろいろ。止まってますね。おお、まさかの裏切りか。これはどうでしょうか。うわあ、出したりですね。くるくるするかい。あ、やばいやばい、これやばいんじゃないか。やばいですね。おお、あ、ギリギリ続きた。オッケーオッケー。それから宇佐美さんも双剣ですよね。そうっす。お、ね、双剣ですよ。ちょっとどうしよう。めっちゃ見てます。めっちゃ見てます。女の子多いんですよね、双剣。手数が多いからやっぱり気持ちいいんでしょうな。うん、確かにそうですね。じゃあ本当先回り。スムーズすぎます ね自然に。だ、心強すぎるんですよ、リスタート行くときは。本当にちょっとね、いやもうそれこそ中学生の時からずっとやってたんで、あの辻元さんに今日お会いするっていうところからまずドキドキで。そしてプレイを見られるって。確かにプロデューサー見てるって感じなんだ。そうなんだ。やばい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 、本当にやばい、やばいやばい、助けて、本当にやばい、助けて。おめでとう。わあ、さすが。さすが。性格出ちゃうよねー。出てましたね、今。意外とギリギリまでやってくれなかったですね。ありがたみ感じて。性格出ちゃいますよね。どうだ、ありがたいだろうみたいな。出ちゃいますよね、やっぱね。おーおーおお、うまい。やるよ。わー、やりました。僕は強素薬グレート飲んでるんで減らないんですよ今。あー素晴らしい、そういうことか。ガリガリ、そうだよね、強素薬グレート。いいかいね。そうだね、
準備不足でした。さあ、ナイスです。ナイス。頭ですね。俺がまた頭と背びれでしたっけ。確認してなんかそれかずっとよくしゃべりながら一人っ子なんで家でもそうなんだなってのが分かります。そうなんですよ。誰が見てるわけでもないずっと実況してぴったりじゃないですかこの番組に。ぴったりですね、うん、おおおお。あっつあっつって言っちゃうよね。言っちゃうよね。言っちゃうよね。人物人装備は取るのが早いので、お、高速こういう時でもすごい全部分かってんじゃん、みなみちゃん。完璧だったよ今。完璧でしたね。いいなぁ、そういうのやりたい。取るのが早いって言ってるのねそういうのやりたいな、りょうちゃん。いつの家でもこんな感じですよよし。なんかすごいの来ますね、これね、きっと。やばいやばいやばい。でも爆破属性っていうのも僕めちゃくちゃ大好きで、おっと、このあ、そうですよね。この相手の属性に関係なく、なんか固定でダメージが入る。しかもエフェクトがかっこいいじゃないですか。人滅人装備揃えて、武器もなんだかんだどの種類も人滅人作っちゃいますね。あ、そうですね。あ、とりあえず練習するのに属性関係なくこれがあればいけるんですか。危ない危ない。調子はいいですよ。なんか順調ですよね。危なげなくいってます。一人なので、ね、若干ちょっとやっぱ時間が、そうですね。あかん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 。来ました、おときち。ごめんごめん、美味しいとこ持ってっちゃった。おときち帰ってこい。くっそー、言ってなかったぞ。こういうのもやっぱね気が楽になった。ちょっとでも一人ぼっちされちゃいましたね。取られてなかったから。でも一人っ子なんで大丈夫です。一人っ子なんで。もう一人っ子とかじゃないから。あー、一人ぼっちきつい。これきついね。でも近いからね、そんな遠くない。なんとかなりますね。すぐ来てくれれば。ちょっと飛躍をね、こう準備して。あー、ちょっと全然長くして。お肉で、あ、これマックスとか出るようになったんですね、こう、うん、すごい。やばい、ダメですね。おー、ナイス。カレー、あ、やばいやばいやばい。りょうちゃん、死なないで、落ちないで、落ちないで。やばいよ、これは。大丈夫です。大丈夫そうですよ。まさか、まさか、まさか。すごいソロプレイヤーね、もう逆にいつも通りみたいな。伸び伸びとしてる、りょうちゃん。フィリア陳情されたのでお迎えに行きますずっと解説してくれて楽だね、今日の大事。結構ゲストさんあんまりやっぱゲームしながら喋れないって言ってて、ね、うん、なんですけど、僕もこういうの初めてなんですよ、今日。またまた、ね、またまた家で一人やってるくせに言ってやばいやばい、もう9個しまって、しまってくれた。じゃあ自分でやってみる自分で操作するの、しまっていって言ってるから。本当もうずっとこんな感じですよ。おお、よし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 。もう自分が燃えてることよりも彼、あ、届いてない届いてない届いてない、自分届いてないよ。短い短い、自分届いてないよ。やばい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 。あ、スタミナが、やばい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 よ。ちょっと、あ、行きますか。今はここで行く。彼ちょっとお疲れ気味なんで、お、今行きますか。行っちゃいたいですね。ああ、チャージ。あ、ナイス、あ、ナイス。さすが、すごいいいタイミング出ちゃうよね。いいタイミングなんだ、いい、ね、今の。あのね、黙ってやるってのはね。飲みます、飲みますとかじゃなかったね。
おナイス。やった。おばかまの時だった。あれもうさ違うじゃん。そういう担当こっちじゃん。そういう担当はこだってさ、ね、オルガノスもともとかわいそうなんだからさ。これ知ってます、藤田さんがキャンプに行くと、うん、はい、キャンプの絵がずっと映ってるんですよ。そうそうそう、あらららら、もう全然美味しくないじゃん。あらら、どうしたらいい、これで、まあ、せっかく HD になったんで、ちょっとあの火山を観光したいなと思いますね。きっとあの皆さんも違うから、違うからね、あの見たいですね。先ほど言ったケルピン、あ、ケルビですね。ケルピン好きな方いましたもんね、さっきも。ましたね、心が痛むって言ってた。でも、イニシエの飛躍を作るためには彼らの力なくしては、ね、彼らの力ですね。ケルビさんの前でちょっと失礼します。失礼します。ケルビさんの前でいいよいいよ、りょうちゃん、いいよいいよ、いいですよ、いいよ、りょうちゃん、そろそろいいよ。そろそろ来てもいいよ、りょうちゃん、そろそろね。え、わ、わ、わな、わながありましたね。わなとか使った方がいいですね。そうですね、うん、そうです。いいよいいよ、もうすぐ行くよ、あいつが来るぞ。いいよいいよいいよ、あ、固まった、え、ボロガノスがピキってなったんで多分、お、よ、あっ、あべ、おお、ピチン、おお、運賃、よし、ちょっと嬉しいことがたくさんあったね。僕ちょっとカッコつけられなかったんで、もう、証明しようとしてた映画だな、でも本当にびっくりの仕方が、よし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 、ちょっとちょっとちょっと、結構減ってる、結構減ってる、やばいやばいやばい、結構減ってます、ありがとう、素晴らしい素晴らしい。そう、なんか飛躍鉱山みたいなところ、イニシエなんかね、粉塵鉱山、これ今僕のターンですね、これ今僕のターンしてますね、クリア、お、うまい、いいポジション取り、おー、ね、ベチンですね。ベチン入りましたね、ベチンですね、ベチンですね。他のトトスに関わるのついたベチンですね。よっしゃ、素晴らしい、3回目だ、すごい、どっちかというと大森さんが頑張ってるところを僕がカメラで撮られてる役みたいな感じになってますね。カメラマンです、今回ね、いくよ、グッジョブっていうのを送るんです。あー、いいですね。来た来た、グッジョブは時になんか人を悲しい気持ちにさせますからね。あ、いい感じ、結構でもしぶといな、やっぱりね、2人やから軽くとちょっとね、そうですね、いい感じだったかな、あ、来た来た、このキョロキョロ、かわいいですね、かわいいになる、おー、ナイス、ノコス、あー、ベチン来ましたね。ベチンが入る、ベチン来ましたね、ベチンの判定は大きいですからね、あ、ちょっと、おーおーおー、2番の1、あ、違う違う違う、ここは違う、ここは違う、ベチン、あー、入りますね、やばい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 、これはこれはちょっと助けて、やめてください、おー、危なかった、あ、やばい、危ねー、空気読んだ、空気読めなかった、あ、大森さんが危ない、やばい、あー、今度はあっちか、助けてあげて、ナイス、ナイスね、ありがとうございます、罠とかも、罠とかもいっちゃいますか、これ、あ、そうですね、ね、そうだ、いっちゃいましょう、罠を設置します、あ、お、大丈夫かな、うん、来た来た、あ、ちょうどナイス、あ、やばい、あ、ない、あ、そんな、あるある来ましたね、来ないね、やってみて、あ、こういう時にあるある来ました、この罠を、罠を自ら外さないと、切ない罠ね、あるあるだよね、罠ね、いや、でもいいですね、このなんか間違えちゃったところを、うん、自分で消せるようになったのね、うんうん、前はしばらく待つしかなかった、待つしかなかったですもんね、うん、ただ喋る人みたいになってるの、違う違う違う、
いつも違うんですか、キャラクター的には。いつももうちょっと、いつももうちょっと元気ないです。今日は特別元気ない日だ。今日はもう朝から元気でした。罠を張りました。よし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 、ウッチャン自分で言うんだね。そうですよ。おいでなさい。一人子なんで。あれ、よしよし、あれあれあれ、好きだよ、あれ、こちらよ、よしよし、おっち、お、お、よしよしよし、どうぞ、出たの、来たいいですね。いいよ、いくれ、あ、大変だ。そうだ、どうもさんですね。そうなんです。なので結構気づきました。そうですね。しかも見てください、はい、グレートがうんナッシングです。え、切れましたか。本当だ、ナッシングです。やばい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 やばし、違う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 、おめでとう。はーい、今のこれは狙うなよ。あ、びっくりびっくりびっくり、ダメ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 ダ三発目は。でもやったことなくて初めて今見てるファンの方って意味わかってるかな。うん、あと今ピンチっていうのはわかる。あの二本。説明しようと思ったら。ちょっと待って。行かれてしまいました。ここまでもいつもの感じなんですよ。どうしても藤沢が3回目落ちるんですよ。あれね。仕方ない。やってしまいましたね。違う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 。よーちゃん。仕方ないですよ。仕方ないですね。頑張りましたよね。あ、2人でしたからね。何件どうもが言ってたから。確かに。あらららら。あら、コントローラーを離さない。悔しい。どうする、ちょっと夜まで。どうする、夜までとか言ってる。帰らない。やばい、悔しい。この人これ帰らないよ。悔しいな、これ。これは悔しかったです。まあ仕方ないですよ。今の2人っていうこともあったし。ちょっと、それはもう、ちょっと今度メンバー全員で来る感じですね。あ、そうですね。リベンジ。リベンジしてもらってね。リベンジさせてほしいですね。でも1人余りますね。リベンジ。応援、応援。心強い応援。いやー、楽しかった。でもすごい。楽しかった。悔しい。もっとさ、もっとリアルになったからさ、ね、もっと緊張感があってさ、うん、その緊張感に勝てなかったね。うわー、やばいな。まずね、メンタルを鍛えるとこから始めよう。ね、メンタルを鍛えるとこから始めよう。ですね。そっからですね。そうだそうだ。面白かった。僕ら面白かったです。いや、僕らも楽しかったです。楽しかった。でも迫力がね、半端ない。半端ないね。そう。あとこうやってんのはやっぱり大画面でやってるから、僕らもこうやって見ながらいろいろ話せるってやっぱいいね。いいですね。うん、でその横でね、あの通信で繋がってる人もいたりとかする。はいはいはい、やっぱいいですね。面白かった。いやー、悔しそう。悔しそうですね。25日、僕らもうスイッチ持ってるんで。そうですね。25日めがけてね。いや、ちょっともう引きこもりますよ。いやいや、そういうことじゃない。釣り練習するんで。ないよ、本当に。その実況だけ上手くなりやがって。確かに実況面白かった。外でもできるからね。落ちる実況って何なんだろう。さあ、それではこの後はモンハン関連の最新情報をお願いしたいと思います。今回も担当は高橋みなみちゃんと本山編集長です。お願いします。モンハンラジオ、モンハン部放送局サード。この時間はモンハン部放送局サードのコーナー。この番組ではミナチョこと高橋みなみです。モンハン部編集長の本山です。ということで、じゃあちょっとモンハン関連情報ね、はい、最新情報をお届けしましょう。お願いします。はい、モンスター
ったダブルクロスの、任天堂スイッチバージョンね、発売迫ってきておりますけども、その前にですね、モンスターハンターダブルクロス任天堂スイッチバージョンに向けて一狩り行こうぜということでですね、真夏のモンハン部狩り会、これをやっちゃいます。いいですね。これはですね、東京と大阪、東京は、カプコン東京支店、で、大阪は大阪本社。はい。ですね。ユーザーの皆さんを招いて、まあ、ダブルクロススイッチバージョンに向けて、まあ、ハンターランクみんなでガンガン上げようぜ。おー、いいですね。いわゆる仮会企画でございます。はい。で、まあ、モンハン部の仮会って面白いこといろいろやってて、まあ、普通に仮会するだけじゃなくてですね、ちょっとアトラクション的な、まあ、みんなでクイズやったりとか。おー。面白い企画、盛りだくさんで。じゃんけん大会。じゃんけん大会もやるかもしれない。書いてあるから読み上げてみました。あとね、マネージャーも来るかも。あら、マネージャー陣と一緒にやりたい。そんな方はですね。やりたいですよ。ぜひぜひ。お、東京が、8月5日、土曜日、はい。そして大阪が8月19日土曜日。はい。で、これ事前応募制、なっていて。なるほど。参加人数決まってますんでね。うーん、で、これ多分今の段階だと、明日ぐらいまで多分やってるはず。なるほど。この配信日から、うん、次の日、ね、はい。なので皆さんぜひご応募いただければと思います。お願いいたします。はーい。じゃあ次の話題いきます。はい、はい、次の話題はですね、いこれいこうかな、ミラクルミルクティーカラオケ配信も実施ということで、おー、トラベルナ、はい、以外の曲あるの知ってます、うん、ユニットが歌ってるの、なんと、うん、知らなかった。ニャンテハッピーラッキーデー、おー、僕もどういう歌かちょっと存じ上げないですけどぜひね、聞いていただいて。うん、あと、はい、英雄の証歌ってるらしい。あ、これはなんか知ってました。嘘、はい。歌詞あるの、初期の方にね、なんかこれお知らせしてましたよ。え、歌詞あるの、歌詞ある。嘘、歌いました。ミラクルミルクティーが。私じゃないですよ。あとは、可愛いアイル。これもあるんですね。はい、可愛いアイル。多分ね、オケコンとかでよくやる曲なんですけど、おうおう、インストゥルメンタルだと思ったんですけど、これも多分歌詞入ってるんですね、きっと。じゃあ、オケコンもありますしね。ね、はい。これですね、全国のハイレゾカラオケ、おジョイサウンドマックス、おお、興奮もさらにダブルクロスって書いてありますけども、うん、6月30日から8月24日まで、はい、おお、行くと、はい、なんとカラオケ店なんですけど、はい、電源タップの無料貸し出してくれるんですって。なので、はい、カラオケでミラクルミルクティー歌いいの、はい、そこでさらにカラオケしながらモンハンも楽しみいいの。やっぱカラオケって、うん、どんなに騒いでも外に音漏れないんで、うん、はいはい、こう興奮しがいがあるというか、あー確かにね、そうそう、そっち行ったねってこう大きい声で言えるのが本当魅力なんですよね、うん、私もカラオケでたまに狩りしてますもん。あ、マジですか？友達と。はい。ね、騒げますからいいですよね。そうなんでございます。はい。皆さんぜひぜひ。ジョイサウンド直営店に皆さん行ってください。はい、お願いします。はい、じゃあ最後の情報、これいこうかな。最愛の武器はこれだ！全国の武器愛ハンターよ。集え。お！武器愛ハンター？うん、ちょっとよくわかんない言葉ですけど。武器を愛してるハンターたち。武器を愛してるハンターですね。はい。E カプコン限定のリクエスト企画ということで、モンスターハンターゆる T シャツ、こちらの方が今ですね、予約募集しております。はい。で、こちら全武器14種、プラス、4種のアイコン。いいですね。全部18種類の T シャツをですね、一定枚数予約が達したら商品化されるという。おぉ、ね、でもこれちょっと人気だと伺いましたよ。うん。全、デザイン、これもうね、はい、商品化決定しております。おー、やったー。そうなんすよ、私はもうモンスターの糞が衝撃的すぎて。お、うんこ大好き高橋みなみうんこ大好き高橋みなみやめてもらっていいですか。いやいや違うんですよ。いや、こんがり肉とかね、うん、もう全部可愛いんですよ、切れ味可愛い、はいはい、いいですね。モンスターの糞T シャツにしますこれもうね、天才だなと思って。あれですよ、小学生キッズの前に来てたら大人気ですよ、はい、大人気も、うん、本当にね、糞だ糞だってそうなんですよ。で、これちなみに武器の中で一番人気なんだと思います、はい、ええー、もうね、これ今一番受注枚数多い武器。一番人気ですか、何でしょうか。片手剣。違う。なんだろう。愛が強い武器です。愛が強い武器。狩猟笛です。確かに狩猟笛好きな人って本当にずーっと使ってますもんね、うん、そうそう、だから武器への愛が非常に強い方がですね、いや、もうこりゃあともう訳しとかないとみたいな。いやー、な、確かにな、なんか笛使ってる人って、うん、なんかそのコマンド的なものもすごい覚えてるし、はいはい、あ、そうですね、はい、武器ごとに違いますしね。そうなんですよ。確かに確かに、なんかすごい、確かになんかすごい、うん、その武器に関して、うん、
そのすごい造形が深いっていうんですか、はい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 、なんか感じはありますよね。そうっすね。へー、笛が一番人気なんだ。そうっすね。高橋さんは早中根を選ばずにフンがいいと。私はフンがいいですね。わ、ね、はい、かりました。じゃあ高橋さんにね、高橋さん用にもうね、モンスターのフン T シャツプレゼントしますんで、やった。どっかのイベントで見かけたらじゃあね、はい、あー高見のフンだー。高見のフンだ、違いますからね。モンスターのフンですから。そうですね。勘違いしないでくださいね。はい、こちらですね、7月31日まで、はい、予約可能となっておりますので、はい、ぜひ7月31日の AM 10時まででございます、うん、はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんとお値段3000円安い。はい。いくらでも着れちゃいますね。ね。いくつもね持ってても絶対可愛いので。そうですよ。はい、もう日替わりでね、もうあれですよ。もうあれ1ヶ月コーディネート土日抜けば1ヶ月確かに、うん、切れちゃいますから。18だから。あ、そうなんだ。あ、どこに書いてありました？全18種。あ、本当だ。すいません。はい、はい、皆さんね、ここにいただければというふうに思っております。ぜひよろしくお願いします。はい。はい、はい。まだまだ盛りだくさんでございます。はい。はい、というわけで以上、モンハンブ放送局サードのコーナーでした。お相手は高橋みなみと、モンハンブ編集長の本山でした。さあ、はい、というわけでエンディングになっちゃいました、はい、これさっきちょっとこれの、はい、今撮ってない時に、うん、大森さん話してたんですけど、うん、ボルガノスだったから倒さなくてよかったみたいなこと言ったんですけど、もしかしてあれ作戦、そういう団体の作戦ですか。守る会ですか。おっと、そういう PR。 ボルガノスはやっぱりちょっと無理っすね。ボルガノスを守る会。枯れない。あ、枯らない。枯らない。枯らせない。そう、枯らせない。あそこで粉塵も飲めたはずですもんね。ね。策略だった。ボルガノスだけは守ってみせる。いい仕事だね。乗っといてね。ここで謎が解けます。エンディングということですよ、皆さん。はい、じゃあせっかく初めて来てくださったんで、はい、それぞれ感想を聞こうと思うんですけど、大森さんいかがでしたか。いや、もう本当楽しかったですね。うん、本当に光栄ですし、なんかやっぱ小学生の時に出会ってるので、なんかいろいろ思い出して、なんか温かい気持ちになりましたね。楽しかったです、本当に。ありがとうございました。そして藤沢さん、はい、いかがでしょうか。でも僕本当にさっきもお話ししましたけど、ゲーム大好きなので、うん、でそのゲームやってることを時々やっぱ勉強の時とか後ろめたく思ったりしたもしたんですけれども、うん、こうやってなんかこう呼んでいただけて、あ、本当に良かったなと、なんか昔の自分に言いたいなって思います。報われるよって。そう、やっててよかった。やっててよかったね。そう、ね、遊びから仕事に変わった瞬間。うん。はい、はい、そして告知ね、はい、お知らせがあればお願いしたいんですが、はい、僕たちミセスグリーンアップルは8月の30日ですね、うん、に5枚目のシングル、うん、ウォンテッドウォンテッド、うん、発売します、はい、それとあと夏フェスもね、ね、たくさん出ますので、うん、ぜひぜひ僕らのホームページだったりをチェックしていただいたら嬉しいです。お願いします。はい、はい、本当にすごい夏フェス出るからチェックした方がいいですよ、ね、体力がでも大変ですよ、ね、いやもう夏半端ないですよ。そうですよね。はい、なんかそれの体調もね、整えとかなあかんのが結構大変ですよね。そうですね。あれやっぱり一回終わっただけでもすごいもう疲れが来るんですか。そうですね。いやでもやっぱこう一日のこうフェスティバルなんで、はい、自分らの番が終わるとなんかちょっとこう気持ちが楽になってね、うん、そうで、結構こう楽屋にも結構美味しいご飯たくさんあるんで、他のよしってあれね。他の方々とかもね、そうそう、お話ししたり、あー、なるほど、そうなんですね。本当一日楽しいですね。はい、え、今回どれぐらい出るんですか。どれぐらい出るんだろう。でも結構出させてもらうよね。そうね、本当に。でもそれこそサマーソニックだったりとか、はい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 、ロッキンだったりとか、ね、たくさん出させてもらいますね。いろんなとこ行ったり、はい、はい、やばいよ、超売れる。暑い夏になりそうだな、うん、もう来てもらえないかもしれない。ちょっと待って、ちょっと待って、うん、次回の交渉もしとけばいいんですよ。先に締結しときます。やっぱこうみんなでぜひ、ね、そうですね、そうですね、はい、ボルガノスじゃないモンスター。策略にハマるから。でも頑張ってください、夏。ありがとうございます。聞こえてください。嬉しかったです。はい、というわけで、はい、そろそろお別れの時間になりますか、これ。そうですね、そろそろですね、はい、うん、ではこの番組からもお知らせしたいと思います、はい、この番組ではメールを募集してます。ぜひ今日の感想なども送ってください。メールはインターネットラジオステーション音声のこの番組の投稿フォームで受付をしています。そしてツイッターでつぶやく際にはハッシュタグ
良造の部屋、これをつけてつぶやきお願いします。はい、そしてマイカプコン、こちらの方もあなたの登録を待ってます。マイカプコンはカプコンの最新ゲーム情報などさまざまな特典が受けられるパソコンとスマートフォン向けのウェブサービスです、はい、こちらも登録無料ですのでよろしくお願いします。はい、というわけで本当にそろそろお別れの時間になってしまいましたと、寂しい、いうことでまた来てくださいぜひ。あ、もうぜひお願いします、はい、します、一生のお願いですお願いします本当にお待ちしておりますので、はい、はい、というわけで、今回は相手はカプコン辻元と宇佐美由紀、そしてゲストはミセスグリーンアップル大森さん藤沢さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。良き人生と良き狩りと良きライド、モンハンラジオ良造の部屋、この番組はカプコンの提供でお送りしました。